はいどうもブラッドです。4月6日今日のエンゼルスやっていきましょう。まず告知です。明日ですね、10時38分からレッドソックス戦応援ライブやっていきますのでよろしくお願いします。はい、エンゼルスニュースで一つだけ。3月30日のオリオールズ戦でシャニュエルがファーストへタイムリー内野安打を打ったんですけれども、これですね、これがエラーに変更になりました。なのでこの試合これ以外に出塁はなかったので、連続出塁はこの3月30日の時点で止まっていた、30試合で止まっていたということになります。まあこれはしょうがないですね。正直ヒットでもエラーでもどっちとも取れますんで、もうこれは記録員の判断なのでしょうがない。とはいえ誰も幸せにならないから、まあそこはね、温情じゃないけど、なんとか継続してほしかったですけどね。だったらまだ今日まで続いてますし、まあ非常に残念ではありますけど、まあまたね、シャニュエルぐらいの男だったら、もう30試合、40試合の連続出塁、簡単にやってくれるでしょう。また今後はそういう偉大な記録を作ってくれるといいですね。とりあえずシャニエル、まあお疲れ様っていうのも変ですけれども、去年の衝撃的なデビューから我々をずっと楽しませてくれてありがとう。おっしゃ、じゃあ今日の試合の振り返りいきますか。今日の試合の結果ですが、こうなりました。ドン、勝てんかー、悔しいぜ。これは勝ちたかった。今日ホーム開幕戦でね、まあ4点ビハインド背負ってはきついなとは思ったんですけれども、まあその後最高の形で追いついて、もうこれは勝つしかない、いや勝てるだろうというとこだったんですけど、いやー引き離されましたね。打てなかった。今日エンゼルスもレッドソックスも4連勝中のままこの試合迎えたわけですけど、いやレッドソックスも強かったですね。では早速試合の中身振り返っていこうと思うんですが、まず初回レンドーンについてお話しします。今日も打順1番でスタメンで入っていたレンドーンですが、最初の打席にファンがみんなスタンディングオベーションでレンドーンを迎えましょうという働きかけを SNS でしていました。で最初どうなったか、スタンディングオベーションありました。ただフィリーズのトレーターナーの時みたいに、もう球場中がもう全体的にうわーっていう感じではなかったです。っていうのもちょっとブーイング混ざってたんですよね。まあ割合で言うとどうかな、 7-3 ぐらいで、まあスタンディングオベーションが7ぐらいですかね。まあでもそれでも僕は嬉しかったですね、聞いてて。あれでちゃんとレンドーンのことを、レンドーンをポジティブに応援してるファンはこれだけいるぞっていうのを示せたんで、僕は嬉しかったですし、そうやって球場でやってくれたファン、ありがとうと感謝したいです。ただレンドーン、その打席空振り三振だったんですが、まあ、そしたらブーイングすごかったですね。この打席で結果出してくれたらより最高だったんで、そこだけ残念でしたね。2回のキャニングですが、まず先頭のオニール、この絶好調タイラー・オニールにスライダーを捉えられて右中間へホームラン。球甘いんですけど、先頭バッターでワンボールから投げる球なんで、もうこれは打たれてもしょうがないかなってまだ諦めがつきます。で次のカサスもそう、ちょっと狙いよりは浮いちゃったんですけど、ちゃんとコースついて初球、まあストライクをフォーシームで取りに行ってるんで、もうこれをソロホームランされるのは OK と僕は見てました。キャニングとしては必要経費、致し方ない失点なのかなと思いました。ただその後ね、まあツーラン打たれるわけですけど、その1個前、ラファエラのデッドボールが痛かった。まあ正直その球当たんないでくれよって思いましたけどね。そんなにね、内角厳しいとこじゃないんで。まあ言ってもしょうがないですけど。で、次のマグワイヤ。まあこれも初球狙ってましたかね。確かに真ん中付近に行っちゃったんですけど、それを一発で仕留めたマグワイヤ。まあお見事と言っておきましょう。マグワイアは全然ホームラン打つようなバッターじゃないんですけどね、去年のホームラン数でいうと72試合でたったの1本、なのでこの2点はまさかだったし痛すぎましたね。最初のソロ2発で終わっとけばもう全然 OK だったんですけど、いやこれはねしてやられました。エンゼルスの攻撃陣は4回までにランナーが2人しか出ていなかったんですが、この5回
突如クロフォードが乱れます。まず先頭佐野はストレートのフォアボール、その後2アウト1・2塁からレンドンフォアボール、これで満塁になり、さらにシャニュエルストレートのフォアボールで1点。ここでお相手はクロフォードを諦めてグレッグ・ワイサートにスイッチ。割と早い段階でクロフォードを下ろせてよかったなと思ってたんですけど、まあこの2アウト満塁のチャンス、トラウトなんとか1本出てくれたらなっていうところだったんですけどね。トラウトが好きそうな低めの球、打球速度は102マイルとまずまず捉えてはいるんですけど、上がりすぎてセンターフライ、惜しくも追加点とはなりませんでした。そして直後に失点。前の回からマウンドに上がっているスアレスがこの回も続投したんですが、ワンアウト後ラファエラにフォアボールからの盗塁でピンチ。ツーアウトになりますが、1番に帰ってジャレン・デュランに捉えられてライト前のタイムリー。おハッピーの要求はインコースだと思うんですけどね、ど真ん中行っちゃいました。もうこれ打たれてもしょうがないでしょう。そして次のバッターデバースにデッドボールを与えてルイス・ガルシアにスイッチしたんですが、ここガルシア抑えてくれてよかったです。得点してすぐ失点したんで、うわもうまずい流れだなと思ったんですけど、6回の裏、ここ奇跡起きてましたね。まず先頭ボードセンターライナーかと思いきや、センターラファエラなぜか落球。これは軽率に行き過ぎましたね。でもラッキーでした。さらに続くドリューリーは平凡なサードゴロを打つんですが、サードからの送球をセカンドのバルデスが取れず、2アウトだったはずがノーアウト1・2塁。これはお相手2選手の若さが出たようなところでしたね。で、こっから畳みかけていきたいんですが、まあ佐野デッドボール、これはよっしゃ、ノーアウト満塁で、モーニャック、今日が今季2度目の先発出場で期待されたんですけれども、力ないサードフライ。打った球は90マイルのカッターだったんですが、なんか反応が悪かったですね。もう来たって感じだったら思い切り振ればいいんですけど、何か迷いがあるのか、あるいはコンディション的にまだね、目が慣れてないのかとか、原因は分かんないですけど、まあ、ここはね、残念な結果に終わっちゃいましたね。ただです、いや、おハッピーも感動、この同点グランドスラム感動、完璧でした。またセンターに打ってかっちょええ。ほんとこの試合ね、ここまで盛り上げてくれたのはおハッピーなんで、いや、ありがたかったですね。もう相手もダメージ超でかかったはず、エラーエラーデッドボール満塁弾。いや、この展開は勝ちたかったんですよね。せっかく打ったのに結果がついてこなかったのは非常に残念なんですけど、まあおハッピー今後もね、こういう大事な一発たくさん打ってくれるでしょう。そしてですね、今日からホームランセレブレーションが行われると出てたんですけども、やんなかったです、ここ。多分ですけど、もうみんなね、興奮しすぎて準備する係の人ももう忘れちゃってた。押しレジスターにはちゃんとホームランセレブレーションがあるって書いてあったんで、まあまた明日ですね、ちょっと楽しみに待ちましょう。まあもしかしたら明日ね、まあ僕が告知していた通りライブ配信行いますって言ってたんで、まあ気を利かせてそこで初お披露目にしてくれたのかもしれません。ぜひこれね、皆さんで一緒に見届けましょう。はい。そして出ました、大当たり、レンドン初球のシンカーを打ってボテボテでしたけど、必死で走って内野安打、まさかの今季第1本目、足で稼いだヒット、ナイス。これ第1打席のスタンディングオベーションが効いたってことでいいでしょう。そしてここファンの反応がめちゃくちゃ感動した、これぜひ聞いててください。ベースボール、レンドン trying to leg out his first hit of the year、アウトかセーフかっていうタイミングでの盛り上がり、もうみんながレンドンの一本目をもう待ちわびてた。もうあの瞬間みんなセーフだーって、一本出たーって立ち上がってたことでしょう。いや、もう感動しました。これでレンドンようやく2024開幕です。現在の成績23打数1安打打率4分3厘 OPS がようやく100に乗りました。163、こっからです。打率3割近くまで行ってもらわなきゃいけないんで、4分3厘からの逆襲、こっから始まります。そして直後7回、同点になってソリアーノ投入、これはもう僕いけるって思いました。前回オリオールズでちゃんと3イニング無失点で抑えてくれましたんで、
もう今日も同じようにソリアーノが抑えて、でどっかで打線が1点取って勝つ、そんなのはイメージしてたんですけど、いきなり失点とは。いやー、ちょっと恐れていたね、カーブでのデッドボール、まあこれが痛かったですね。でさらにカサスのヒットでピンチが広がって、バルデスの犠牲フライ。いやー、でもバルデスこれうまく打ちましたね。外のボール球になるシンカーですけど、よくセンターあそこまで運びました。ただエンゼルスも食い下がります。その裏、ワンアウト1・2塁のチャンスで佐野が三遊間を抜いてくれました。これでウォードが2塁から帰って同点。さらに1塁ランナーのドリューリーも3塁に行ってたの偉かったですね。あと言い忘れてましたが、この回からマウンドにはクリス・マーティン。日ハムでもプレーした経験があって、去年の防御率は 1.05 と非常に手強い相手だったんですが、そんなピッチャーから同点に追いついた。負けはしましたけど、この事実は素晴らしかったと思います。よっしゃ、こうなったらもう1点三塁ランナー返そうというとこなんですけど、もうニャックは三振。ただこの打席、まず初球にですね、スクイズを仕掛けてました。佐野のタイムリーで球場大盛り上がりの次の初球スクイズ、狙いめちゃくちゃ良かったと思います。ただマーティン、ここで、まあ、狙ったか分かんないんですけど、高めにかなり外れてしまったんで、あれをなかなかうまく転がすのは難しかったですね。だからあれはモニアック悪いとは思いません。ただノーアウト満塁の時もそうですけど、なんとかね三塁ランナーを返す打撃ができたら良かったんですけど、まあまた明日以降頑張ってもらうしかないですね。さあ再び追いついたエンゼルス、これでまた息を吹き返すかと思ったんですけど、続投のソリアーノ、ジャレン・デュランに勝ち越しの一発。まあワンストライクからど真ん中にフォーシーム投げたんですけれども、これを狙ってましたかね。完璧に弾き返されてしまいました。これについてオハッピーのコメントです。デュランへのホームランは完全に僕のミスだ。だから彼、ソリアーノにそのことを話す必要はない。まあ裏を書いて簡単に勝負に行ったのかもしれないですけど、結果的には裏目に出ちゃいましたね。そして9回にはタイラー・オニール、今日2発目、絶望のホームランと。あー、ちょっと打ちすぎよね君。うん、もう笑っちゃうよ。オフに FA だからってそんな張り切らなくていいよ。最後まで持たないよ、大丈夫。そんなに打たなくても、みんなあなたの価値分かってるからね。ちょっと一回落ち着こうか。はい。でその裏はお相手のクローザーケンリー・ジャンセンに三者凡退に抑えられてゲームセット。連勝は4でストップとなりました。レンドン1本出て本当に良かった。でシャニエルも押し出しのフォアボール良かったです。ただ見逃し三振が2つ、でもう打率が1割になってて調子は良くないかもしれませんね。そしてトラウトはショートへの内野安打が1本。でこのヒット打った時にショートのトレバー・ストーリーが飛び込んだんですけど、これで肩を痛めたようですね。ここで試合から退き、明日 MRI 検査を行うとのことです。まあ彼もボストンに来て怪我の離脱かなりありますんで、これできれば長引かないでほしいですね。そしてウォードはライトへのヒットが1本。でドリューリーもまだ上がってこないですね。早く結果が欲しいところです。で佐野、いいとこで打ちました。モニアック今日ダメでしたけど、明日明後日また右ピッチャーなんで、そこは僕使ってほしいです。ただそこでも状態が全然変わんないようだったら、もう次からはアデルかヒックスを使っていいんじゃないかなと思いますね。そしてオハッピーはすごいね。去年も4月離脱するまで打ちまくりましたけど、もうこれがデフォですかね。たまたま4月調子がいいだけじゃなくて、もうシーズン通してこんな感じですか。すごすぎます。もうあとは怪我をしないように祈るだけ。もう今攻守両面のこと考えても、オハッピーが抜けるのが一番エンゼルスやばい。なのでもう毎日僕は神頼みです。オハッピー様、このまま怪我なくシーズンを全うできますように。ネットはマイアミで張り切りすぎたんで今日は小休止ですね。でも守備は相変わらず良かったです。キャニングは2回だけホームラン集中されて4失点しましたが、まあ他のイニングよく耐えたかなという印象です。残念ながら開幕から2登板結果が出なかったですけど、もう前を向いてまた次切り替えてやってほしいですね。でソリアーノの起用法どうしましょうかね。
まあ今日調子が悪かったっていう前提で話すと、そういうピッチャーをね、終盤に3イニング任せる、これ結構リスクだと思うんで、ウォッシュ監督がどう判断するかですね。まあただシーズン途中で先発をやらせる可能性も考慮すると、こうやって3イニングくらいは普段から投げさせた方がいいのかもしれないんですけど、いやこれね、答えわかんないですね。僕の個人的な意見を言うと、僕はソリアーノの才能をかなり買ってますんで、今日みたいに3イニング投げさせるのに賛成です。まあ先発に移行しやすいっていうのもあるかもしれませんしね。なので僕的にはもうソリアーノ今日は忘れて、まあこういうこともあるんだと、また切り替えて開き直ってやってほしいです。さあ、そして明日ライブ配信もしますけれども、先発デトマーズとウィットロック。デトマーズは前回のエンゼルスの連敗を止めましたからね、明日も負けて連敗ということにはしないでしょう。連敗ストッパーデトマーズいきます。絶対許さんレッドソックス、今日のオハッピーの満塁弾を無駄にして許さん、明日は叩きのめす。デトマーズ今頃燃えてるはずです。期待します、応援します。はい、ということで今回の動画は以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。遅れてごめんなさい。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴーエンジェルス、さよなら、バイバイ。